ロシアに攻め込まれ、もっぱら専守防衛に回っているウクライナだけど、現在は勢力巻き返しつつある状況と見られているね。思いのほかのロシア軍の苦戦の原因は様々考えられるが、一番大きいのはロシアがウクライナの制空権を奪えないことだと思われるぜ。奪えないのは空だけではないよね。ああ、黒海でも艦隊機関であるモスクワ巡洋艦が沈没されたことで士気の低下が取り沙汰されているからな。さて今回は兵力でも勝るロシアが制空権をなぜ取れないのかに注目して解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゼレンスキー大統領のウェブでの訴えに応じた西側諸国の武器援助が効果を上げているのか。武器支援の中には、今回の侵攻で一躍有名になった携帯式誘導ミサイルやドローンなど高スペックな兵器が多く、ロシアとウクライナの明暗を分けているとも言えるよね。ロシアが突然ウクライナに侵攻を開始したのは2022年2月24日のことで、それから早くも4ヶ月が過ぎたね。大方の予想では、ロシア本国やベラルーシとウクライナとの国境に集結していたマックス19万人とも推定されていたロシア軍だけど、イギリスのシンクタンク国際戦略研究所のミリタリーバランスによると、この数は全ロシア陸軍28万の7割で、約12万人と言われるウクライナ陸軍を大きく上回っていたんだ。それだけではなく、航空機、戦車、ミサイルなど、どの装備や兵器を見てもウクライナ軍より圧倒的な戦力を所持しているから、ロシア軍の前にはウクライナは数日で降伏することになって、決着がつくという見方が大半だったんだ。でも、蓋を開けてみたら状況は全く異なっていたよね。5月18日時点ではウクライナは降伏どころか、侵攻当初にロシアが制圧した都市や地域を奪還しつつあったし、親ロシア派武装勢力との共闘が期待され、有利に運ぶはずだったウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州とルハンスク州でさえも制圧できていないよね。逆にウクライナ軍の反攻によってロシア軍が押し戻されているとも見受けられる状況だよ。戦闘機に関しては、ロシア空軍はウクライナ空軍の10倍以上の数を持っているし、しかもウクライナ空軍の主力は第4世代のミグ29戦闘機だけど、ロシア空軍は第 4.5 世代のスホイ35やミグ35、最新鋭の第5世代スホイ57戦闘機も保有しているんだ。これだけ見るとどう考えても、ロシアは簡単に航空優勢を得ることになるだろうと見られていたよな。しかし、これほどの戦力差があるにもかかわらずロシア軍は航空優勢を確保できないようで、証拠として、ウクライナ空軍の戦闘機が作戦飛行を継続しているし、ロシア軍の高価な戦闘機や攻撃ヘリコプターが次々にウクライナ軍に撃墜されているという事実があるからね。ちなみに航空優勢と制空権の違いだが、よくわかってないなと感じる軍事評論家も中にはいるんだよな。この二つはほとんど同義語と言ってよいぜ。航空優勢とは、味方の航空機がほとんど攻撃を受けることなく、自由に飛行できて、哨戒任務や攻撃任務が遂行できることであり、かつて敵の航空機を攻撃できる状態のことを指しているんだ。地上部隊から見ると、味方の航空機からいつでも近接航空支援を受けられる状態を意味するぜ。基本的には敵国の飛行場や空軍関連施設司令部、ミサイル、対空火器などに先制攻撃として空爆して破壊し、その機能を停止させることで確保される状態だな。その後は味方の航空機による空中哨戒任務、地対空ミサイルや対空火器の配備によって維持されるものとされているな。じゃあ制空権って何なの？かつて航空機が未発達だった時代、海軍では水上艦艇が自由に行動できることを制海権と呼んでいたんだけど、これに対応して、航空機が自由に飛行できることを制空権と呼んでいたので、混同して使用されているってわけ。航空機は水上艦艇と違い、短時間で燃料消費や乗員の体力消耗が進むことから、任務継続する稼働時間にはおのずと限界があるからな。一方、航空優勢を失った敵の航空機は一時的ですが飛行することはできるぜ。そのため、特定の空域を常に絶対的に支配することは非常に難しいってわけ。あくまで優勢を確保することで精一杯になり、実質的に空を制圧していることには当てはまらないだろうね。だから制空権ではなく航空優勢と呼ぶ方が望ましいと言われているってわけ。言葉って難しいね、混乱しちゃうよ。この航空優勢を、ロシア軍がなぜ得られないかについては、軍事専門家が様々に考察しているけど、最大の理由はロシア軍の近代戦における航空優勢確保のための戦術が未熟であったという指摘が多くなされているんだ。ロシア軍によるウクライナ侵略は2月24日のウクライナ軍施設への空爆から始まったんだけど、ロシア側の報道によれば初日の空爆はウクライナ全土の軍事施設74カ所、空軍基地11カ所、司令部3カ所の合計88のターゲットをミサイルと戦闘機によって攻撃したと言っているよ。
これは出撃想定想定出撃回数数にして約200想定ミサイル攻撃が150想定、戦闘機50想定と見られているんだけど、どう考えても少なすぎるという意見があるみたい。1990年平成2年にイラクがクウェートに侵攻したことで始まった湾岸戦争だけど、この戦争に介入したアメリカ軍多国籍軍は初日の空爆だけでも約3000想定と言われているよ。また2003年平成15年のイラク戦争でも初日に約2000回の攻撃を実施したとされていて、イラク空軍を徹底的に叩いて壊滅させたことを確認の上で地上部隊を送り込んだんだ。この2つの戦争と比べるとロシア軍のウクライナへの空爆は雑すぎると思われるし、拙劣だったと言わざるを得ないぜ。その理由についても様々な推測がなされていますが、おおむね下記の理由に集約されるようだよ。一つ目は、ロシア軍が2014年にクリミア半島をほぼ無血状態で強引に併合できた経験から、大軍を侵攻させればウクライナは数日もしないうちに降伏すると甘く見ていたってこと。ウクライナ軍が8年前のまま変わっていないだろうと見くびっていたのではないかと推測されているな。二つ目の理由は、ロシアが第二次大戦以降に戦った国々アフガニスタン、チェチェン、グルジア、シリアなどには強力な航空戦力がなかったんだ。この国々に徹底的な空爆を行わなくても地上部隊だけで作戦が遂行できたから、航空優勢の必要性を学ばなかったのではないかと言われているんだ。ウクライナは確かにロシアより保有する数は少ないのだが、パイロットの熟練度は高く、対空ミサイルなども保有しているぜ。こういうウクライナ空軍の力を見誤っていたんじゃないかって思われているんだね。そうなんだよね。もっと加えると、アメリカ軍のように1日に3000想定の攻撃計画作成は人間の脳では難しく、コンピュータのサポートが必須な作業となるんだけど、巷にリークされたロシア軍の作戦計画は稚拙でずさんなものだったようなんだ。実際にロシア軍の苦戦ぶりを見る限り、リークされた計画が本物だったという信憑性は高いらしいね。ロシア軍は21世紀に入ってから近代化を進め、高スペックな戦闘機や地対空ミサイルシステム、電子戦機器を持っているにもかかわらず、それらの機器を総合的に運用する能力には欠けていると指摘されていることが多いみたい。簡単に言うと、せっかくの宝を活かせないイコール宝の持ち腐れ状態と思われるな。現在の航空戦では、単に戦闘機や各種兵器の性能の優劣だけでは戦えないからな。指揮統制、索敵、分析、弾薬や燃料の補給、そして電子戦対応など多種多様な要素について、おのおの高い能力の人材を配置し統制する必要があるもんね。ロシア軍は兵器の近代化だけに力と金を注いだために肝心の人材育成を怠ったと見られているよ。日本とは大違いだね。日本は人材には惜しみなく力を入れるだろうし。侵略が始まって以降、アメリカをはじめとする NATO 諸国からは携帯式誘導ミサイルスティンガーなどの対空火器が支援されたよね。他にも旧ワルシャワ条約機構加盟国から旧ソ連製の S-300 などの地対空ミサイルシステムが供与されたことによって、一度破壊された防空網がウクライナ西部などで復活できたということも大きい要因と指摘されているよ。ロシア軍は自分たちの戦闘機をウクライナ領空へ侵入させる固くなったため、首都キーウや西部に向けて数多く長距離ミサイル攻撃を行っているんだけど、在庫が枯渇しつつあると報道されていたよね。ロシア軍は厳しい状況に置かれつつあるようだし、だったら早く撤退してほしいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、カレーについてだよ。カレーはうまいよね。特に朝カレーなんかはもっとうまいよな。もうカレーだったら毎週食べれるよ。そこは毎日じゃないんだね。突然だけど、日本で最初に作られたカレーの具材は何だと思う？本当に突然だな。普通に考えれば、鶏肉とか人参とかじゃないのか？あと、じゃがいもなんかも入っているよね。みんな、聞いてびっくりすると思うよ。実は、カエルが入っていたそうだよ。ちょっと待って、もうカレー食べれないかも。カエルはさすがにやばいな。解説するとね、実はカレーを伝えたのはインドじゃなくて、イギリスなんだ。イギリスのカレーはカエルが入っているの？それは違うんだ。イギリスのカレーはビーフやポークを使うのが一般的なんだ。ならどうしてカエルなんだ？それはね、当時日本と世界の価値観が違ったんだ。日本では、ビーフやポークを食べるという文化がなかったそうなんだ。そこで代用したのがカエルってわけなんだ。それでカエルなのか。ちなみにカエルはどんな味がするんだろうね。まさか食べたいのか？興味本位で聞いてみただけだよ。ちなみにカエルの味は食感は鶏肉に似ていて、味は特にしないそうなんだ。さっぱりとして食べやすく、中国やヨーロッパなんかでは食材の一つとして食べられているそうだよ。カエルと思って食べなければ意外と食べられそうだね。
そこの部分だけ聞けばうまそうなんだがな。まあみんなも機会があればカエルを食べてみてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。